にちは、粟田洋介です。今日のビデオはリサイクルアート、ゴミがアートになるです。ちょっとこれ昨日描き終わったんですけど、これは猫の絵なんですけど、裏を見るとわかるんですが、木の破片みたいのをつなげてちょっとこういう感じで作ってみました。まあいらなくなった木を再利用ということで、これもリサイクルアートなんですが、これは招き猫なんですけど、これじゃなくてこっちですね。これはもう見た感じリサイクルってわからないんですけど、石粉粘土で作ってありますが、この中に段ボールかなんかをぐるぐる巻きにしてちょっと土台にして作っているので、これも一応リサイクルアートです。私がリサイクルアートを作る理由なんですが、まあ理由はエコですね。エコロジーとエコノミーがあるんですけど、まあ両方その理由と言っていいんですが、エコノミーの方のお金ですね、まあ、お金がなければ生きられないんですけど、エコロジーの方ですね、いくらお金があっても地球がなくなっちゃったら生きていけなくなってしまいます。なんか住むとこがなくなって、なんかとても恐ろしいことですね。でちょっとこっちにも作品がいくつかあるんですけど、ちょっと説明させていただきたいと思います。まずこの作品からいきましょうか。これはさっきみたいな木の破片ですね、いくつかと、ワイヤーはリサイクルじゃなかったんですけど、正直に言いますね。でもこれはリサイクルの爪楊枝。リサイクルの爪楊枝っていうのは、使った汚いものじゃなくて、爪楊枝をバーンと床に落としちゃって、もったいないので、ここに爪楊枝を作品として使っています。これワイヤーはリサイクルじゃないんですけど、この木ネジですね、この辺の。これがリサイクルで、これは2015年の作品なんですけど、タイトルは何だか忘れちゃったんですけど、ちょっとこの頃自分で作ったパネルを解体したら、すっごいたくさんのネジとベニヤ板が出てきたので、それらを使ってみました。でこれなんですが、これはコンクリートの屋根じゃないかなと思うんですけど、外に落ちてたのを拾ってちょっと洗って乾かして、で着色して、でワイヤーをつけて作ったものです。これも2015年の作品です。で私がゴミでアートを作ることによって環境が救えるか地球が救えるかって言ったら、多分無理だと思います。私がゴミでアートを作るなんて些細なことだし、じゃあなんでやるかっていうと、一人一人が些細なことをするっていうのはとても大事なことだと思ってて、一人一人みんながちょっと気をつけると多分地球が救えるんじゃないかなと思うんですね。でこれは目玉なんですけど、これいつ作ったのか忘れちゃったんですが、缶の底で作りました。でこれ裏を見るとなんとなく見覚えがあるんじゃないかな。缶の底です。これ製造が2013年で、賞味期限が2014年って書いてあるので、多分2013年ぐらいの作に作ったんじゃないかと思います。で缶の底って言えば、なんかこんなのも作りました。これはワイヤーなんです。これもそこ同じようなやつなんですけど、ワイヤーつけて、これは油彩絵の具と、あとはガラスに描く絵の具で、両方使って描いたものです。これも空き缶なんですけど、リサイクルの木の板に、これはビールの空き缶の側面ですね、着色してワイヤーとかを使って作りました。これは2015年の四つ足猫っていう作品です。で木片だけ使ってなんか絵描いたのとかもありますけど、なんか45度とかに切ってそのままになってますけど、でさっきベニヤ板って言ったんですけど、これがベニヤ板の部分ですね。でちょっとこれがね、コンクリートの瓦礫なんですけど、この部分で色を塗って、これはネジですね、目のところで、これは石粉粘土で作ったんですけど、最近これ猫1匹足して、ちょっとこれいなかったんですけど、最近1匹猫を足して、これもリサイクルのネジをつけてちょっと統一させたんですけど、なので2015年から2020年の作品ってことですね。
これが石粉、瓦礫はこの部分だけで、これ割り箸で、で、これとかも石粉なので、で、これが紙のコースターなんですけど、あとはこの木の板ですね。で、作ったんですけど、ちょっとこれだけじゃ寂しいんで、この猫は最近ちょっと付け足して、で、さっきみたいにちょっと石粉なので作ったんですけど、ここに、これ後で色塗りますけど、で、なんかここにも、つけようかなと思って、これは後で色を塗りますって感じの作品と、これも空き缶なんですけど、コカ・コーラゼロの缶で作った猫です。油彩絵の具で描いて、ヒゲの部分とかは針金で作ってあります。これも空き缶で、ただこれは空き缶切って骸骨に描いただけなんですけど、メキシコとかの飾りでアルミだかブリキだかのプレスしたやつがあるんですけど、それを見てちょっとヒントを得て、アルミ缶で作ろうと思ってこれをやって、缶の底が先だったのかこれが先だったのか忘れちゃったんですけど、なんかこういうの作ろうと思って、それからちょっと空き缶を使おうと思ったんですけど、段ボールとか空き缶ってアルミニウムとして再利用したり再生紙を作ったりした方が、私がアートを作るよりも全然役に立つんじゃないかなと思うんですけど、瓦礫ですね。なんか大きいこういう瓦礫とかアートで再利用するとか、違うことでも再利用できるのかもしれないけど、再利用の一つの方法としてとてもいいんじゃないかなと思います。これはこれベニヤ板ですね。ベニヤ板がいっぱい出てきて、これより大きいのもたくさん作ったんですけど、これその一部で、この辺はなんか再利用なんですけど、再利用のネジでマウントして作りました。で、ここにこれはアクリル絵の具で絵を描きました。こちらの作品なんですけど、前に違う動画でも載せたんですけど、これもこれヒンジがついてるんですけど、このヒンジもリサイクルで何かで使ってたやつを外して、で、この辺これがね、この丸い部分が猫の爪研ぐやつのこういう木の棒があったのを切って、それをここにくっつけたのと、この器具の破片とかですね、この辺でリサイクルのネジで留めて、Peace with Nature っていう2016年の作品です。こんな感じですね。あと、これはリサイクルと呼んでいいのかわからないんですけど、海で拾ったこの流木と、あとこれは海藻ですね。これが硬くなって乾燥したやつに色を塗って作ったんですけど、2017年に作っています。このシースマイルっていう作品です。というわけで、リサイクルの作品結構作ってるんですけど、これもほんの一部で、リサイクルって見てわかんないようなものもリサイクルだったり、壊れた家具とかの部品でキャンバス組み立てたり、キャンバスもいらなくなったカーテンを使ったりとか、なんかいろんなことやってますけど、結構廃品家に置いてたら結構な量になって、なんかね、精神状態があんまり良くなくなっちゃって、それをやってると、だから少しずつ今処分をしているところです。アートってすごく自然とマッチしてるんですよね。すごいこのグリーンの景色と溶け込んでると思うし、きっとこの自然っていうのがアートを映えさせてくれて、美しく見せてくれているんだと思います。自然ってすごい素晴らしいと思います。私が環境のことを考える一番の理由は、地球がなくなると住むところがなくなっちゃうとかもそうなんですけど、自然って美しいじゃないですか。野生動物が住んでたり、野生の植物とかも生えてたり、なので水とか空気とかも綺麗な方がいいし、まあ私たち人間のためにも水とか空気っていうのは綺麗な方が体にも心にもいいことなんじゃないかなと思います。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。